皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手の元専属通訳である水原一平氏の違法賭博問題について取り上げます。水原氏は2024年3月20日の韓国で行われたドジャース戦を最後に姿を見せておらず、現在の所在については明らかになっていません。水原氏と妻の2人がソウルのホテルから出ているのではないかという情報もありますが、韓国やロサンゼルスでの目撃情報は今のところ入っていないようです。有名人である水原氏が飛行機に乗れば見つかってしまうため、騒動が大きくなる前に移動したのかもしれません。水原氏の違法賭博報道が明るみに出て以降、ドジャースの宿泊先であったソウルの高級ホテルやインチョン国際空港には日米のメディアが押し寄せ、張り込みを行っているようです。しかし水原氏はチームからすでに解雇されており、その所在を知る者はいないのが現状とのこと。情報筋の間では、この状況で米国への入国は考えられない。韓国をすでに出国しているなら、第三国に潜伏していると考えるのが自然、という見方が有力のようです。張り込みをかいくぐるために、水原氏が第三国に逃亡したのだとすれば、どのルートを使ったのでしょうか。張り込まれる前に、インチョンからどこかへ向かったのでは。インチョンとは限らない。釜山経由もあり得る。ドバイ経由で別の国に渡った可能性も。博多、釜山を結ぶ高速船クイーンビートルを使って日本に逃げたのでは。いや、欧州のどこかに飛んで一時的に身を隠しているはず。あれこれ憶測が飛び交っているようですが、真相は水原氏本人の溝知るといったところでしょう。捜査対象となっている以上、安易に公の場に姿を現すことはできないはずです。当面は潜伏を続けるのではないかと思われます。韓国と日本を結ぶクイーンビートルはパスポートがなくても乗船できるので、目立たずに国境を越えるには格好のルートと言えます。日本に戻って静かにこの騒動が収まるのを待つという選択肢もあるかもしれません。一方で欧州やドバイなど日本から遠く離れた地に逃亡した可能性も十分考えられます。日本にいては捜査の手が及ぶことを恐れ、一時的に身を隠しているというわけです。欧州なら言葉の壁もあり、日本人が紛れ込んでも簡単には見つからないでしょう。ドバイはアジアと欧米を結ぶハブ空港として知られ、世界中どこへでも逃げていくことが可能です。いずれにせよ水原氏はメディアを出し抜くだけの周到な逃亡プランを用意していたのかもしれません。大谷選手から不正に出金したとされる額は6億8000万円。これだけの大金を着服した人物を日米の当局が簡単に見逃すはずがありません。違法なスポーツ賭博に手を染め、大谷選手の金を不正に引き出したという容疑で水原氏の身柄は拘束されるのでしょうか。大谷選手サイドは一連の不正送金について一切関与していないと強調しています。違法行為を働いたのはあくまで水原氏個人だというわけです。とはいえ、メジャーリーグを代表するスーパースターがこの騒動に無関係だったと言い切れるのか、ファンの間には疑念の声も上がっています。大谷が本当に何も知らなかったはずがない。もしかしたら大谷も賭博に関与していたのでは。真相は依然ベールに包まれたままですが、大谷選手には一刻も早く疑惑を晴らしてもらいたいところです。一方で水原氏には子供がいないと思われます。39歳という年齢を考えれば子供がいてもおかしくありませんが、夫婦の方針で子供を作らないという選択をしたのかもしれません。現在の妻が妊娠しているという情報も特にありません。ただギャンブル依存症という問題を抱える水原氏が子供を作らない理由としては、子供がいても幸せにすることはできないと考えたからかもしれません。また妻もギャンブルのことを知らなかったと水原氏は証言していますが、ギャンブル依存症の人が結婚しようと思うには妻の理解が不可欠だと言えるでしょう。さて、水原氏が違法賭博に手を染めた経緯については以下のようなものでした。水原氏は2021年にポーカーゲームの場で違法なブックメーカーのボーヤー氏と知り合い、スポーツベッティングを始めました。海外サッカーや NBA、NFL、カレッジフットボールなどにかけていましたが、2022年末までに借金が約1億5000万円に膨らんでしまいました。当時のエンゼルスでの通訳としての年俸は約1275万円で、
友人や家族からお金を借りる生活を送っていたそうです。 ESPN の取材に対し、水原氏は当時の窮状をこう語っています。翔平には言えなかった。自分の生計を立てるのが大変で、ギリギリの生活だった。彼のライフスタイルについていく必要があったので、このことは伝えたくなかった。身の危険を感じていた。家に取り立て屋が押し寄せてくるかもしれないという恐怖があった。借金の総額は450万ドル、約6億8000万円にも上ったそうで、妻には今に至るまでこのことを話していないと告白しています。恥ずかしい。妻も今に至るまでこのことについて何も知らなかった。そんな水原氏が事態を打開するために大谷選手に助けを求めたのは2023年の初めのことでした。大谷に理由を明かさずに借金返済の肩代わりを求めた際に罪悪感を感じたかという質問に対し、水原氏はこう答えています。彼を見るのは辛かった。翔平は素晴らしい人間で、全く何事もなかったかのように人生を歩み続けていた。大谷選手は水原氏の窮状を知り、心よくは思わなかったものの、借金の肩代わりに応じたというのです。 ESPN によると、大谷選手が借金返済を承諾した後、2人で大谷選手のパソコンにログインし、大谷選手の口座から数ヶ月にわたって1回50万ドル、約7600万円を8から9度送金したとのこと。取引の内容欄にはローンと書かれていましたが、これはボーヤー氏の助言だったそうです。水原氏は借金返済を大谷選手に依頼することで、大谷選手にリスクがあるとは思わなかったのかと問われ、自分たち2人ともその時そういうことは全く考えなかったと答えています。また返済後の数週間は罪悪感に苛まれ、大谷選手を直視できなかったものの、大谷選手はすごい男で、それから何事もなかったかのように突き進んでいったと水原氏は語っています。一方で大谷選手は、チームメートらが賭博をしているのを見て、なぜあんなことをやってるんだ、ギャンブルは良くないとコメントしていたそうで、カジノにも誘われても決していかなかったといいます。ここで注目すべきは、水原氏の発言が2点3点していることです。当初、大谷選手の広報担当者は、大谷選手が水原氏の借金を肩代わりしたことを認めていましたが、その後一転して、一平は嘘をついていた、翔平は知らなかったと強調。さらに水原氏本人も2度目のインタビューで、前回のインタビューで自分は嘘をついた、大谷はギャンブルや借金、その返済についても何も知らなかったと発言を翻しています。水原氏は盗難や横領の告発についてはノーコメントを貫き、大谷選手がいつ状況を知ったのかについても、連中から何も答えられないと言われたと口を閉ざしました。 ESPN から、翔平の承諾なしに口座から金を抜き取ったのかとの質問メールにも返信はなかったとのことです。この一連の応答を見る限り、水原氏は当初こそ大谷選手に事実を伝えていたものの、後に大谷サイドから口裏合わせを求められた可能性が高いと考えられます。違法な高額賭博による借金返済を知人に依頼するなど、全く論外の行為ではありますが、事態の収拾を図ろうとする大谷サイドの姿勢にも違和感を覚えます。いずれにせよ、大谷選手がギャンブル依存に陥っている水原氏を見捨てることなく、支援の手を差し伸べていた事実は変わりません。世界最高の野球選手という称号とは裏腹に、誠実で情に熱い一面を覗かせた出来事だったのかもしれません。ただ水原氏が大谷選手に無断で巨額の送金ができたのかどうかについては疑問の余地があります。国際弁護士の樋口一真氏は、金融機関の設定によるだろう、送金には指紋認証などの設定はいらない場合が多く、 ID やパスワードを知っていれば理論的には大谷さんが送金を知らないことも可能ではないかと指摘しています。大谷選手は昨年、日本全国の小学校にグラブを寄付するなど、億単位の金を動かすことがあったようですし、大谷が全ての財産管理を水原氏に任せていたとは考えにくいが、一部の経費用など水原氏が大谷に代わって自由に動かせる口座があったのかもしれないとの見方もあります。この点について新たな事実が判明しました。大谷選手は水原氏に必要経費として約10億円もの資金を預けていたというのです。ネット上では、
大谷さんの稼ぎからすれば気持ちはわかるが、ポンと番頭に渡す経費の額じゃないだろう。ギャンブル依存症が10億の経費口座手に入れたら、そらこうなるよな。完全に子飼いの部下に横領される地主や中小企業オーナームーブといった声が上がっています。10億円もの大金を水原氏に託していたとは驚きですが、大谷選手にとって水原氏は秘書のような存在だったのかもしれません。また成金に多いのだが、金銭感覚が麻痺して資金管理がガバガバになり、それを見た従業員が魔が差してしまい横領することは結構あるといった見方もありました。10億円という途方もない額の経費を大谷選手は無頓着に水原氏に預けていた可能性があるようです。もし本当に大谷選手が水原氏に10億円もの口座を預けていたのなら、これは単なる優しさや信頼の域を超えているように思えます。むしろお金の使い道に無関心な大谷選手の金銭感覚の麻痺が浮き彫りになったと言えるでしょう。水原氏の証言が2点3点した背景には、大谷サイドからの圧力があったのではないかと勘ぐってしまいますし、大谷選手は無実とする見方には違和感を覚えます。仮に大谷選手が違法賭博や横領の存在を知らなかったとしても、巨額の金を安易に他人に預ける感覚自体に問題があったのかもしれません。とはいえ、メジャーでのプレーに専念するために身の回りのことを水原氏に一任せざるを得なかった面もあるでしょう。スター選手の金銭感覚が問われる事態になってしまいましたが、大谷選手には真相解明に向けて積極的に動いてもらいたいものです。ドジャースは水原氏をすでに解雇しており、大谷選手も明確に決別の意思を示しているようです。今後この問題がどのような展開を見せるのか注視していく必要がありそうです。さて、水原氏は妻と離婚すると言われていますが、その理由は主に7つあるようです。1つ目はドジャースを解雇されたことで無職となり、年収5000万円から7000万円と言われていた収入源を失ったこと。金の切れ目は縁の切れ目とも言いますし、前科がついた水原氏の再就職は難しいでしょう。収入の見込みがなければ結婚生活の継続は厳しそうです。2つ目は賭博で膨らんだ多額の借金の存在です。約6億8000万円もの借金を返済するには奥さんも仕事を詰め込まなければならず、その負担に耐えられるかは疑問符がつきます。3つ目は水原氏のギャンブル依存症。頭ではギャンブルの危険性を理解していても、やめることができないのがギャンブル依存症の怖いところ。奥さんが我慢の限界に達する可能性は高いでしょう。4つ目は水原夫婦に子供がいないのではないかという噂。子供のことを考えて一緒にいるという選択肢がなくなるため離婚する可能性は高まります。5つ目は実刑判決を受ける可能性。窃盗の金額が約7億円と巨額であることから、実刑判決を受ける公算は大きいと専門家は指摘しています。夫の服役中も一緒にいられるかは微妙なところでしょう。6つ目はマスコミに追われる日々への嫌悪感。水原氏の違法行為が明らかになった今、自宅には連日マスコミが押し寄せているはず。騒動が落ち着くまで身を潜める意味でも離婚に踏み切る可能性はあります。7つ目は信頼関係の崩壊。水原氏のダブルライフを知った奥さんは裏切られたという強い喪失感を抱いているはず。もう二度と信じられないと離婚を決断してもおかしくありません。以上のように水原氏の違法賭博問題は夫婦関係にも重大な影響を及ぼしかねません。すでに奥さんは日本に帰国したとの情報もありますが、真偽のほどは定かではありません。大谷選手の信頼を裏切り周囲に多大な迷惑をかけた水原氏、ギャンブル依存症という病に負けることなく一日も早く立ち直ってほしいものです。今回の事件は大谷選手のイメージにも影響を与えかねない大問題です。ギャンブル依存症の水原氏を野放しにせず、適切な支援体制を整える必要があるでしょう。そして巨額の経費を安易に個人に預けることの危険性についてもファンは認識しておくべきです。大谷選手の資産管理体制にも疑問符がつくことになりました。アスリートのマネーマネジメントについて一石を投じる結果となったのかもしれません。現在進行形の事件だけに今後も緊急な展開がありそうです。大谷選手、水原氏、そして違法ブックメーカーとの関係をめぐり
新事実が次々と明らかになることを期待したいところです。このニュースについて皆さんはどう感じましたか？違法賭博に手を染めたアスリートの末路、巨額の資産を託された者の責任など、考えさせられる話題が多かったのではないでしょうか。ベールに包まれた真相、世界中が注目する大谷選手の去就、水原氏の潜伏先、この先事態がどのように動いていくのか、メディアの報道から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。